上杉成則は、江戸時代末期の大名、出羽国米沢藩十二代藩主。文政三年五月十日、米沢藩十一代藩主、上杉成貞の長男として生まれた。母は、畠山義親の娘で、即室ながら、上杉家の血を引く。父同様、十一代将軍、徳川家成の返気を受けて成則と名乗った。後に、 父と同盟の成里とも名乗っている。天保7年10月23日、14日した、自重県識部大輔に助任。天保10年4月3日、家徳を継ぐ。同年同月11日、壇上大筆に転任。自重助元。安政3年に、海外防備による出費のために、藩士の事業借り上げを復活した。同年12月16日、 左小野江県少将を兼任自重を去る。安政6年には首都を藩内に推奨した。文久3年には、徳川家持の京都上洛に、五教師て二条上警護にあたり、9月22日、左小野江県中将に転任、男女大羊をもと。源氏元年5月1日、14以上に少女、左小野江県中将県男女大羊をもと。反省改革に努め、 軍隊の様式訓練方法を取り入れるなど、反省に大きな成功を収め、慶応2年にはこの功績を称され3万国の画像を受けている。上杉家の領地が増やされるのは実に2世紀半ぶりのことで、豊臣政権時代に越後国から合図に家像天保になって以来のことである。この一時が非常な喜びとなったか、かつての名君。 上杉春則に次ぐ名君とまで呼ばれた。解明的な人物で、開国にも積極的だったという。慶応四年、母親戦争が起きて、合図藩と共に、米沢藩も討伐の対象とされたが、当初は成則は新政府の意向に従って、教順を考えていた。しかし、その単願を望んで送った書状を新政府に握りつぶされたため、 これに怒って、仙台藩と共に、奥越列藩同盟の名手となり、新政府軍と戦った。米沢軍は一時は新政府軍を圧倒し、新潟港を奪い返すまでに至ったが、慶応4年5月に、柴田藩の寝返りもあって、新政府軍の猛攻を受け配送する。同年8月3日、開館。その後、気色が悪くなったため、やむなく、新政府軍に降伏した。 そして、それまで味方であった合図と省内に兵を送ったため、裏切り者と称された。明治維新後、奥植え列藩同盟の名手であったことを咎められて、領地を14万国に削減された。また、明治元年12月7日、家督を、長男、持ちりに譲り隠居した。明治2年9月28日、15位にジョイ。明治22年5月20日、皇居。年70。 源氏元年の江戸武漢に見られる、主要家臣は以下の通り、家老、奉行、侍頭及び分領家、就労、用人、聖子伝役、聖子企用人、ご上司。ありがとうございます。